木漏れ日が眩しいのに、なぜあなただけ土砂降り。夢叶う時は来るよ。待っていないで探そう。そうですよ、お嬢様。ほら、ご覧ください。この辺りには野生のリスがたくさんおります。まあ、本当だわ。お嬢様のリスはきっと仲間が大勢いるのが嬉しくて、遊ぶのに夢中になってるんです。そうかしら。そうですよ。そうに違いありません。そのうち遊び疲れて戻ってまいりますよ、お嬢様。そうね。チップマックが私のことほっといてどっかに行っちゃうなんてことないわよね。ええ。さあ、デラ様がお待ちかねです。出かけましょう、お嬢様。お嬢様が病院からお帰りになる頃には、チップマックもきっと戻っておりましょうから。え。シマリスなら、この辺りのリスとは違いますから、すぐに見分けがつきます。見つけたらちゃんと捕まえておきますから、ご安心なさって行っておいでなさいまし。わあ、ありがとう、メアリさん。さあ、参りましょう。ええ。メアリさん、チップマックのことお願いね。かしこまりました。じゃあ、行ってきます。はい、お気をつけて。
私、昨日はボストンに着いてからずっとびっくりしっぱなしなの。ですが、前にも病院に通いになるためにボストンにはいらっしゃいましたでしょ。ええ、でも通う道が違うしね。私まず一番にこの自動車にびっくりしちゃったの。それに幸せな方だって聞いていた下流のおばさまがものすごいお金持ちで、お城みたいな家に住んでいらして、とっても綺麗な方だったんですもの。私も魔法にかかったみたいな気分だったのよ。あんまりびっくりしたもんだから、チップマークのことをおばさまにお話しするのつい忘れちゃったってわけなの。お嬢様がびっくりなさってお忘れになったように、チップマックも毛色の変わったリスや町の様子にびっくりして、少しの間お嬢様のことを忘れたのかもしれませんね。そうね、きっとそうだわね。えパーキンスさん、びっくりするのってとっても面白いでしょ。私大好きよ。ですが、あんまりびっくりが続くとお疲れになるんじゃありませんか。そりゃ怖いことや嫌なことでびっくりするのは疲れるかもしれないけど、そうじゃないびっくりならちっとも疲れないわ。私こんなに嬉しいびっくりをいっぱいくださったデラにお礼を言わなくちゃ。まあ嬉しいことずくめですって。ええ、泊めていただいたお部屋はとっても気に入ったし、ごちそうはたくさんあるし、メアリさんもパーキンスさんもブリジットさんもスーシーさんもみんな親切だし。そう言ってくださると私も嬉しいわ。それに一番良かったのはおばさまのことなの。え、姉のこと。私が一番気に入った赤いドレスを着ていただいたの。それにおばさまがお持ちの宝石をつけていただいたわ。目がくらみそうなくらい綺麗で、私デラにも見せたかったわ。それなら私だってぜひ見たかったよ。でしょ、あの姉が人の言いなりになってそんな格好したなんて、さすがアポリアナさんですわ。まったくだ。しかも到着早々それじゃカリー夫人の当惑ぶりが目に見えるようだな。でも文句を言ってないところを見るとそれほど嫌じゃなかったんですわ。なるほど、やっぱり効き目抜群の特効薬だったわけだな。よかったよかった。ポリアンナさんもとっても喜んでくださって、わざわざ探さなくてもよかったずくめだって言ってくださるし、ほっとしましたわ。これでチルトン君やパレーさんを無理やり説得した私の面目も立つというものだよ。ええ。お疲れ様でした、お嬢様。ありがとう、パーキンスさん。チップマック、ただいま。どこにいるの、チップマック。出ておいで。どこに隠れてんの、チップマック。どこにいるの。お嬢様、とにかく中に入りましょう。メアリーたちが見つけているかもしれませんから。ああ、そうね。そうだわ、きっと。へえ、いないの。はい、何度も出てみたのですが、まだ戻っておりませんようで。私、探してくる。ああ、お待ちください、お嬢様。リハビリからお戻りになったばかりでお疲れでしょうし、お一人では危のうございます。そうですよ、お嬢様。もうすぐ昼食でございますから、それまでゆっくりお休みくださいまし。お昼が済みましたら私どももご一緒に探しに参りますから。なあに、リスの集まりそうなところを手分けして探せばじきに見つかりますよ。そう。さあ、お部屋にご案内いたしましょう。ありがとう。でもお一人で大丈夫よ、メアリさん。あ、ですが私、おばさまにご挨拶もしなきゃならないし。ただいま、おばさま。おかえりなさい。疲れたでしょ。いいえ、おばさま。病院は近いし、素敵な車で連れてっていただくんですもの。まるで楽よ。
私ここに置いていただけて本当によかったって思うわ。そう、それならいいけれど。あら、今日もカーテンが閉まりっぱなしだわ。せっかく青い空が綺麗でとってもいい気持ちなのに。あ、いいのよこれで。どうして？今日は少し頭が痛むの。だからわざと暗くしてるのよ。まあ、頭が痛いなんてどうなさったんでしょう。お薬はお飲みになったの？おばさま。ええ、でも心配はないのよ。頭痛は私の持病なんですから。持病？それじゃしょっちゅう痛むの？ええ、まあ、なんてお気の毒なんでしょう。ねえおばさま、エームス先生に見ていただいてもダメなの？先生からお薬はいただいてるけどすぐ効かなくなって。まあ、エームス先生にも治せないなんてそんなに悪いの？なんとか治す方法はないのかしら。しょっちゅう痛かったりして頭の中が変になったら大変なのに。そんなに心配しなくても、こうしてじっと静かにしてればじきによくなるわ。本当に大丈夫？おばさま。ええ、大丈夫よ。治ったらカーテンを開けて青い空見ますからね。ああ、よかった。安心していいのね、おばさま。ええ。じゃあ、お大事にね。早く良くなってくださいね。なんて奇妙な子なんでしょう。あんなに人のこと心配するなんて。うっかり具合が悪いなんて言えやしないわ。ああ、よかった。いつまでも頭が痛いんじゃ本当にお気の毒ですもの。そうだわ、チップマックのことお願いしようと思ったのに、またお話しそびれちゃったわ。ああ、どこに行っちゃったのかな、チップマック。そうよ、おばさまにお願いするにはまずチップマックを見つけなきゃしょうがないわ。お昼前に見つければ大丈夫。ポリアンナはそう思って、引き止められないようにそーっと抜け出すことにしたのです。こんにちは。まあ、なんてずうずうしいんでしょ。平気で挨拶をするなんて。あんたコソ泥でしょ。私がコソ泥？そうよ。私ちゃんとこの目で見てたのよ、あんたが今こっそり逃げ出してくるところを。ああ、それはね。さ、正直に白状して謝りなさいよ。そうすれば見逃してあげるわ。まだ小さいんだし。失礼ね。私はエームス博士の病院で手術して、リハビリのためにここの家に預かってもらってるのよ。嘘おっしゃい。あんたみたいな子カリウさんが預かるなんて考えられないわ。嘘だと思うなら、カリウおばさまにでもメアリさんにでもパーキンスさんにでも聞けばいいわ。あ、そ、わかったわよ。運転士の名前知ってるとこ見ると、まんざら嘘じゃないらしいわね。許してあげるわ。まあ、なんて言い方なの？謝りなさいよ。なんですって？人のこと
コソドロと間違えたりして謝るのが当然でしょ。まあそんな妙な格好でコソコソすれば誰だってコソドロと間違えるわよ。間違えられるようなことしたのがいけないんじゃない。まあサディお嬢様、ん、どう遊ばしたんでございます。ベス、お前が待たせるからいけないのよ。申し訳ございません、お嬢様のお忘れ物がなかなか見つかりませんで。さ、行きましょう。ベス、はい。なんて失礼な子でしょう。あんなへんてこな子初めてだわ。そうだ、早くチップマックを探さなきゃ。チップマックもボストンのリスに変なこと言われて悲しがってるかもしれないわ。必死に呼びかけ探しましたけれど、チップマックは見つかりません。チップマック、どこ行っちゃったんだろう。お嬢様がいらっしゃいません。いないってどういうことなの。はい、誰もお出かけになるのを見ておりませんのに、どこにもいらっしゃらないんでございます。出かけてないならいるはずでしょう。よくお探し。それがみんなで手分けして隅々までお探しいたしました。パーキンスはうちの近くを駆け回りました。でもどこにも。どうしましょう奥様。どうするってこっちが聞きたいわ。このままいなくなったりしたら私の立場がないじゃないの。はい、申し訳ございません。すぐにデラを呼び、パーキンスをやってすぐに連れてくるのよ。はい、かしこまりました奥様。わからない人とお話なんかするものじゃありませんよ。さ、あら、私はね、すぐそこの。まあ、どういうこと？同じ町に住んでて知らん顔なんて寂しすぎるわ。ポリアンナは
ボストンの街のほとんどの人たちが知らない人とは口をきこうとしないのが不思議でした。でも誰も答えてくれない以上、一人でチップマックを探すしかありません。私は嫌だって言ったのよ。子供なんか預かったら面倒を起こすに決まってるんですもの。お姉様、今そんなこと言っても仕方がないでしょ。とにかく探し出さなきゃ。探してるわよ。うち中のものがうちの中から、ご近所まで昼食も取らずに探し回ってるわ。それでも見つからないのよ。お姉様、何かポリアンナを傷つけるようなことをなさったんじゃないの？冗談じゃないわ。傷つけるどころか、自分でもよく我慢すると思うくらい、あの子のペースでやってますよ。だったらどうして出てったのよ。メアリーはリスを探しに行ったんだろうって言うわ。デラ、どうするの？もし誰かにさらわれでもしたら。仕方がないわ。警察に届けましょう。やめて。私嫌よ。だってお姉様、警察が何をしてくれるのよ。いろいろ詮索するだけじゃないの。不愉快な思いをするだけで何の役にも立たないことはあなただってよく知ってるでしょ。その頃、夢中でチップマックを探すうちに道に迷ったポリアンナは、ボストンの北の外れにあるイタリア街をさまよっていました。マッシュ、エローラ・コザネット。マヨーノのカピート、ニエンテ、ニエンテ、ニエンテ。あー、ケグワイヨ、マッペルファボーレ。コルバデルカティーブ、アンドメントデリアファーリ。プロプリオコゼ、キサクワンドフィニーラ。アプロポジト、トモリエコメスタ。シー、モルトミリオラータ、グラチェ。Deve fare attenzione perché d'ora in poi farà molto caldo. Sì, grazie. Non capisco se è maschio o femmina. Non ti dicono? Ehi, dimmi come ti chiami. Mita cosa non hai mai. Sappari, 通じない言葉。空腹と足の痛みと例えようもない不安がポリアンナを襲うのでした。家に帰らなければ。焦るポリアンナの足は疲れと痛みで動かなくなるのです。次回、愛少女ポリアンナ物語、迷子のポリアンナ、お楽しみに。リボンをほどいたあなたの素顔に涙が一粒こぼれたの。そんな時そう